にゃんこプレイヤーのみんな、こんにちにゃ。早速だけど今回は本日スタープでをまとめていくにゃ。まずは恒例のごとく、新レジェの追加、ユーザーランク報酬の追加、新規本能解放は猫クエスト、猫女神となっています。猫クエストは9周年の9とかけているのかもしれないにゃ。加えて新規第3形態はコロンブスと大掃除ね猫です。そしてなんといっても今回の目玉は、画面にも映っているように、にゃんこガチャでしょう。これは宇宙編3章クリア後に解放され、同時ににゃんこ超人という新規基本キャラが追加されます。さらに加えて、貯蔵庫の上限が128体になり、基本キャラの NP 交換レートが1から2に変更されます。宇宙編クリアした時の喜びが倍増にゃ。少し細かい仕様変更としては、ステージを離脱した際ににゃんこ基地に戻らず、ステージ選択画面に戻るようになりました。この変更のおかげで地味に時短できます。まさにかゆいところに手が届くアプデにゃ。ありがたい話にゃ。最後におまけ的な感じですが、にゃんこバーガーも第3形態に進化できるようになっていました。確かこのキャラの第3形態進化に不具合が今まではあって、それが治ったって感じかにゃ。あとは今日の夜中にガチャがバグってた分のお詫びが来たにゃ。大体今回のアップデートの全容はこんな感じです。特に気になったのは猫クエストの本能です。そもそも猫クエストは、赤、浮き、黒、古代の4属性に対応した能力を持ちます。そこに新たな本能である攻撃無効を解放すると、4属性からの攻撃を一定確率で無効にするという、唯一無二の性能を持つ怪物が生まれます。さらに気になったのは、新規基本キャラが追加されることによって、青玉の排出率が相対的に下がることです。にゃんこガチャを引いてレアチケを貯める際、これからは少しだけレアチケが集めにくくなります。その穴埋めとして基本キャラのウンプ交換レートが2になったのかもにゃ。その新規キャラをレベル20にするには2000万ほど経験値が必要です。経験値が余っていない方は無理に経験値を使わず、にゃんこガチャから出る同キャラを重ねていけば良いと思います。それで進化もできるにゃ。今回はアプデ内容を簡潔にまとめてみました。それでは今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でにゃ。